第3代入滑するイコールアンダーイコールライン、公爵トマス・ペラム・クリントンは、グレートブリテン王国の貴族、軍人、政治家。1779年から1794年まで、リンカーン伯爵の儀礼称号を使用した。第2代入滑するイコールアンダーイコールライン公爵、ヘンリー・ペラム・クリントンとキャサリン・ペラムの三男として、1752年7月1日に生まれ、 28日に、ウェストミンスターの聖マーガレット教会で洗礼を受けた。1763年から1764年まで、イートンカレッジで教育を受けた後、フランスのアンジェで教育を受け、1769年から1772年まで、グランドツアーに出た。軍歴では1769年にエンサインとして、第12不評連隊に、 入隊、1770年に第一国王、このエリュー騎兵連隊の隊員に転じ、このエフ第一連隊に転じた後、1775年に中佐に昇進した。アメリカ独立戦争では1779年から1780年まで、ヘンリー・クリントン将軍の副官を務め、1780年に大佐に昇進した。1782年に第75、 不評連帯隊長になり、1785年に第17軽流騎兵連帯隊長に転じ、1787年に少々に昇進した、ウェストミンスター選挙区における1780年の選挙を描いた風刺漫画。中央の人物がチャールズ・ジェームズ・フォックス、中央右の人物がトマス・ペラム・クリントンである。 正解では1774年イギリス総選挙でノース教の手配によりウェストミンスター選挙区から出馬したことが始まりとなった。ノース教の目的はジョン・ウィルクスの支持者に勝つことにあり国王ジョージ賛成も受けたため政府は選挙活動及びその経費を担当した。1780年イギリス総選挙でも再選を目指したがチャールズ・ジェームズ・フォックスの人気もあり落選した。 この時、父の第二代入荷する公爵は、政府の過失を追求して、トマスの軍外昇進を要求、トマスは、同年に大佐に昇進することとなった。1781年末に、弟ジョンが死去すると、トマスはその公認として、イーストレットフォード選挙区の補選に当選した。1782年より、ノース内閣を支持しなくなり、 同年から1783年まで暫定講和条約や東インド法案に投票しないなど議会活動をほとんど行わなかった。1783年12月以降は父と共にショーピットを支持したがトマスの結婚にあたって父の関係が悪化。1790年5月には議会から離れることを望むのならばそれに従おうと父から脅された。 その後は資金に困るようになり、1791年5月には、ショーピットに、ジャージー総督の官職を求めたが失敗している。1794年2月22日に、父が死去すると、ニューカ滑スルイコールアンダーイコールライン公爵の爵位を、継承、同年から1795年まで、ノッティンガムシャー当官を務めた。1795年5月17日に死去。 ウィンザーで埋葬された。息子ヘンリーが爵位を継承した。1782年5月2日、アンナ・マリア・スタンホープと結婚2何2女を設けた。ありがとうございます。